サンデフィオルドはノルウェーのベストフォール県に位置する自治体。日本語表記では他にサンデフィヨル、サンデフィオルなど。自治体の行政の中心はサンデフィオルド市である。1838年1月1日に設立され、1968年1月1日にサンダーと合併、2017年1月1日にアンデブとストッケートが合併している。 サンデフィオルドはバイキングの歴史と捕鯨で知られており、ノルウェーで豊かな都市に数えられている。ノルウェーで3番目の大きさとなる商船が建造されている。捕鯨面ではヨーロッパ唯一の捕鯨関係の博物館であるサンデフィオルド博物館がバイキング面では極スタ墳墓で発見された極スタ船が著名である。バイキングの首都、 古芸の首都などのニックネームの他にも様々な故障があり、スパリゾートやビーチも多いことから水浴の街とも呼ばれている。夏季は観光客が多くリゾートタウンとみなされている。ノルウェー最大の空港の一つであるサンデフィヨルド空港があり、交通面でも重要な役割を担っている。スウェーデンに向かうフェリーであるフィヨルドラインとカラーラインがこのサンデフィヨルドから出港している。 また E18 号線もサンデフィオルドを通過している。政治面で見るとサンデフィオルドはノルウェーの保守党の拠点の一つとなっており2011年の投票では40%以上の投票率という高い支持も得ている。現在の市長は2004年から現職を務める保守党のビョルンオーレグルディッチである。フィオルドにサンダーという旧小教区 自治体名を加えたものを語源としている。サンダーは、コノルド語のサンダーに由来している。一続きの砂と訳される。紋章紋章最初の紋章は1914年5月9日に制定された。バイキング船は1880年に発見された、ゴクスタ船を、クジラは19世紀後半から20世紀初頭にかけて南部の海域における、 古芸船の主要校であったことを示している。2017年1月1日にアンデブとストッケと合併したのを機に新たな紋章を制定した。これは2016年5月24日のアンデブ合併委員会によって決定されたものである。持っている武器は勇気と強さという意味があり、黒色、金色で構成されている。この紋章は、 サンデフィオルドのエーリック・ロスタットがデザインしたものをオスロの紋章の専門家であるヤンエーデがわずかに修正したものである。サンデフィオルドで発見されたゴクスタ・フナさんでフィオルドに人が住み始めたのは3000年ほど前からである。ヤベルクのハウゲン農場には紀元前1500から500年を示す岩の彫刻がある。バイキングが サンデフィヨルド及びその周辺地域に住み始めたのは約1000年前のことであり、今もそのバイキングの遺物やモニュメントが残っている。ゴクスタ墳墓はバイキング時代の重要な史跡の一つに数えられる。保存されたバイキング船としては、ノルウェー最大となるゴクスタ船は、ニコライ・ニコライ船により1880年に発掘され、現在はオスロシ・ビグドイのバイキング船博物館に、 展示されている。ゴクスタのレプリカは1893年にシカゴで開催されたバンコク博覧会展示のためベルゲンから大西洋を横断した。レプリカはガイア線と呼ばれ現在はサンデフヨルドに泊まっている。バイキングがサンデフヨルドに定住し始めた地域は沿岸部となっており15世紀のバイキングの墓地や居住地が発見されている。 17世紀から18世紀の間に港は造船業と海運業により機能し、1845年にはオスカル一世によりマーケットタウンとして認められた。1837年から1939年にかけて世界的に有名な健康リゾート地として知られるようになり、19世紀後半にはヨーロッパ全土から王族や首相などが訪れている。 1837年に最初の温泉がリゾート地として設立されると健康的で楽しめる公共施設として好評を得た。リウマチ疾患の症状の治癒、緩和に目を向けた医療施設として機能した。現在は浴場が修復され様々なイベントや活動が行われる文化施設となっている。1939年までにノルウェー人を中心に ドイツ・イギリス・アメリカの首相や王族を含めた約5万人が温泉を訪れたホエラー記念碑。ゆっくりと回転する仕組みとなっている1850年からサンデフヨルドの船舶の大半が北極海、フィンマルク県海岸の捕鯨、アザラシ漁を目的としていた。南極海へ最初に捕鯨しに行ったのは1905年のことだった。 1920年代後半の時点では、船舶の建造所が15、捕鯨船が90隻以上あった。1954年に2800人の男性が捕鯨船乗組員として雇用されるが、1950年代半ばから捕鯨の頻度が少なくなった。南方への出港も1960年代から急速に減少し、1967から68年を、 最後に行われていない。フランネス・マッカーニーズック・バークステッドと、ジョツングループプライベート・リミテッドを筆頭に、捕鯨から貨物輸送などを造船の目的とした。捕鯨の歴史は今日、ヨーロッパ唯一の捕鯨専門の博物館である、サンデフィオルド博物館で生き続けている。サンデフィオルドが、ノルウェーで豊かな都市に数えられるようになったのは、捕鯨もあると考えられている。 20世紀諸島の南極体験家のニルスラーセンはサンデフィヨルド出身の船長である。ノルウェーがブーベ島とピョートル一世島を合併できたのは彼の探検も一因である。ピョートル一世島の内海はニルスラーセンに敬意を表してサンデフィヨルド後部と呼ばれている。このほか、ドロンニングモードランドのニルスラーセン山やエンダービーランドのニルス山とニルスラーセン氷河など ニルスラー線に由来する地名が数多くある。サンデフィヨルドはたびたび火災が発生しており、1800年の火災では街の大半が消失し、再建に迫られた。1900年の火災では56件が全焼、大きな被害を被った。サンデフィヨルドのはがさんで、フィヨルドの橋海岸沿いの都市である、サンデフィヨルドは、オスロからは119キロ南に離れている。 ベストフォール県の都市である。長さ約150キロとあるその海岸線には、様々なビーチ、保護地域、森林、116から124の島などが、含まれている。森林地帯は、夏のハイキングや冬のスキーのためのコースがある。小さい島は、キャンパーのための休憩場が明るほか、多くの島は、アクセス可能のビーチがある。海岸線が長い理由として、 東の島と西の島と呼ばれる二つの岬が挙げられる。これらの岬はサンデフィオルドフィオルドとミーフィオルドを形成している。サンデフィオルドの面積のうち37.7平方キロメートルが高地に36.2平方キロメートルが森林となっている。トンスベルグやラルビクがサンデフィオルドに近い。最高標高は約398.9メートルである。 市内中心部にある小学校保鯨船記念碑は、港湾地域にある町の目抜き通りのジャーンベニーリーの端に見られ、その周辺は定期的に芸肉が提供される今では数少ないレストランがある。ストロ型やコンジェンズゲート、ハバルトロベットに主要な商業施設がある。サンデフィヨルドには数多くのレストランやカフェがあり、 レストランガイドのソルトペッパーによると、港の近くにある建物内にノルウェー最高のグルメレストランがある。また、港湾都市のため質の高い魚が売られている鮮魚店があり、他にも古い建物と近代的な建物が混在する中に多種多様な店が見られる。冬のサンデフィヨルド夏の単元ンンビーチサンデフィヨルドに限らずノルウェー全土では メキシコ湾流の影響を受けやすい。つまり、一年通して同じ井度であるシベリアやアラスカ州よりも暖かいということである。また、夏季はノルウェーの他の都市よりも晴れ間が多い。前日の通り、井度の割には暖かい。5月下旬頃から夏のような暑さになることは滅多にないが、気温の急上昇はよくある。 6から7月の大半は暗くなることがあまりいなく、スズメやアモクが鳴かなくなるのはわずか2から3時間程度である。暖かい夏や寒気はないが、比較的降水量が多く湿度の高いステップ気候と大陸性気候が半々といったところである。冬の11月下旬から3月上旬の降水確率は平均56%である。11月から4月上旬までに雪が降る。 可能性があり、1月下旬に雪が降りやすい。1年で一番、寒い日は2月4日で、最低気温が低く、摂氏6度、平均気温が低く、摂氏1度である。ヘイオールスターブ協会は現存する、スターブ協会としては、ベストフォール県唯一である。サンデフヨルド自治体は、サンデフヨルドと6の村々で構成されている。括弧内は2016年時点の人口。 また、小さいながら、ラルビクにサンデフィヨルドの飛び地がある。保守党が主要な政党となっている。ノルウェー地方選挙では、47.9%の有権者が保守党に投票している。保守党を含めた右派勢力はサンデフィヨルドで70.4%投票され、ノルウェー全土では51.2%の投票率だった。 現在の市長は進歩党の支援もあり2004年に選出されている。また、ノルウェーで最も富豪である市長である。現在のサンデフィオルド市長。ノルウェーの市長では一番の富豪とされるサンデフィオルド市議会は57人で構成されており、任期は4年である。2017年時点では以下のような内訳となっている。 ノルウェー統計局によると2017年時点ではサンデフヨルドには62,622人が住民となっている。2018年現在では2,797棟のコテジがあり住宅1棟あたり2.19人が住んでいる。宗教は69.2%がノルウェー国教会18%が無宗教 12.、12.8%が 他の宗教を信仰している。市内に施設が存在する国教会以外の宗教としてはペンテコステ派、カトリック教会、メソジスト、セブンスデーアドベンチスト教会、エホバの承認、イスラム教がそれに該当する。1905年には近隣のホルテンにブルンスタード教会という福音主義の単立教会が設立された。 ノルウェー発祥の世界的な宗派としては唯一である。また、その本部である、ブルンスタードカンファレンスセンターは、ストッケにある。2017年時点の移民は、リトアニア人、ポーランド人、イラク人、ベトナム人、ドイツ人、スウェーデン人、コソボ人、ボスニア人、デンマーク人などである。サンデフヨルドはノルウェーで豊かな都市に数えられる。主な産業は、情報技術、科学工業、観光業、 海運、造船、漁業である。著名な企業としては、サンデフィヨルド国際空港、塗料製造販売のジョツン、ブルワリーのグランズブルーリー、チョコレート工場のバルショーコレデファドリック、エンジニアリングのラムバルオイルガス、そして、電子商取引であるコンプレット、ノート MPX、ノートネチャーアップ、ノーが該当する。1926年にサンデフィヨルドで設立された、 会社であるジョツンはサンデフィオルド以外にも最大の雇用者を誇っている世界最大の塗料、塗装メーカーとなっている。2017年2月現在は100カ国以上に拠点を置いており、世界全体で9500人の従業員を雇用している。4つの事業部門を運営しており、今も本社はサンデフィオルドにある。 サンデフィオルドのみならず、ベストフォール県最大の企業であるジョツンに次ぐのが、電子商取引のコンプレットである。従業員800人と共に、スカンディノビア全土で営業しており、2015年には73億、ノルウェークローネの営業収入を得ている。サンデフィオルドはあの不動産価格は2011年時点で、ノルウェーで最も高い水準で、別荘の平均価格は720万。 ノルウェークローネとなっている。一般的な不動産価格は2010年から2015年の間に25.7%上昇している。2015年の営業収入が高いサンデフィオルドに本社を置く企業は以下の通りである。サンデフィオルドは観光客が夏に集中するためリゾートタウンと呼ばれる。ビーチや島の多さからビーチの市の愛称で親しまれており、 ボラやランジェビーのビーチではオスロなど、ノルウェーの大都市から観光客が訪れる。1837年に入浴施設ができている。2000棟以上の別荘があり、その大半は海辺に建てられている。2012年時点で、ノルウェー一の高価格である別荘があり、平均価格は710万ノルウェークローネであった。サンデフィオルドは、多くの観光客が入浴施設や、 ビーチなどを目的にしていることからわかるように夏の観光地として知られる。ニコライ・ニコライ船引きる1880年の発掘調査ではサンデフヨルドで国タ船が発見されている。オスロのバイキング船博物館に展示されている船そのものは910年頃に建造されており、ノルウェー最大の現存するバイキング船である。バイキング船長は ゴクスタ農地で発見されたゴクスタ墳墓に全長23.5メートルのゴクスタ線と共に埋葬された。また市内には捕鯨を専門としたヨーロッパ唯一の博物館であるサンデフィヨルド博物館がある。創建1917年でノルウェー最初の博物館となっており、現在は15万枚以上の写真、海洋動物の剥製などが見どころとなっている。 小芸船の代表例が1950年にセビーリャ、ホーリング CO により建設され、1989年にサンデフヨルドに持ち込まれたサウスアクターで、こちらも展示されている。中世から残る4つの教会が、ヘイヨールスターブ教会、コダル教会、スキー教会、アンデブ教会である。アンデブ教会は、ノルウェー最古の登録された教区であるが、ヘイヨールスターブ教会は、 ベストフォール県唯一の現存するスターブ協会である。サンデフィヨルド駅付近にあるサンダー協会は13世紀に協会の跡地に建てられたものである。他にも彫刻家、クヌートスティンによる作品が確認できるミッドターセン彫刻公園や3つの行動、劇場を兼ね揃えたフィエルトネス市民劇場センターがある。サンデフィヨルドとスウェーデンを結ぶフェリー、 毎日運行しているオスロやオスロ空港に向かう、電車が頻繁に運行している。ノルウェー最大の空港の一つのサンデフィヨルド空港が、市内にある。オスロからは南に119キロにあるが、オスロトルプ空港と呼称されることがある。ベストフォールラインのサンデフィヨルド空港駅から、無料シャトルバスで行くことが可能である。ロンドンやアムステルダムなどのヨーロッパの都市含む、国際線、 国内線の30を超える空港の直行ルートを提供する役割を担い、ウィデロー航空やライアンウェアー、ウィズエアーなどの格安航空会社のハブ空港となっている。フェリーでは、フィヨルドラインのほか、カラーラインの MS ボースや MS カラーバイキングがサンデフィヨルドとスウェーデンの街であるストロームスタードとを結んでいる。また、ラルビクでは、デンマークのヒートシャルズに向かうフェリーが毎日、 運行されている。クルーズ船の目的地という役割もある。欧州自動車道路の E18 号線がサンデフィオルドを通過している。ノルウェー国内ではベルゲン空港とオスロ空港がサンデフィオルド空港より多くの国際線を運行しているサンデフィオルド駅はノルウェー国鉄の運営する NSB インターシティエクスプレスで運行している駅である。 駅周辺には主要なバス停もある。高速バスでクリスチャンさんと接続可能でソウルランの主要なリゾートと結んでいるサンデフィヨルドの公共交通機関はベストフォールコレクティブトラフィックと呼ばれる。サンデフィヨルド駅のほか、サンデフィヨルド空港駅とストッケー駅がある。サンデフィヨルド空港駅とサンデフィヨルド空港間の無料シャトルバスがある。 トルプエクスプレスバスサービスがサンデフィヨルド空港からオスロ行きのバスを運行している。地元のサッカークラブであるサンデフィヨルドフォトバルはノルウェープレミアリーグのティッペリーガエでプレーしている。2005から6年のメンズプレミアリーグ優勝のサンディフジョルドティフのほか、中距離ランナーのマリウスバッケン所属のイルルナーもサンデフィヨルドのローカルクラブである。サッカーやテニス、ハンドボール、 バドミントン、アーチェリーのほか、ローラースケートや乗馬2500平方メートルの公共プール、アイスホッケーやアイススケートなどの市内最大のスポーツ施設である、バガーズ公園がサンデフィヨルド高校にある。室内のハンドボールコートがある、四つんレン、テニスコートのあるピングビンハレンという施設もある。市内中心部から5キロ離れた場所にある、サンデフィヨルドゴルフ場がある。 設計者は、ピーター・チェンバレンである。ノルウェー最大の高校である、サンデフィヨルド高校。サンデフィヨルド高校は在学生2000人に上る、ノルウェー最大の高校である。また、スカジェラク国際学校も市内にあり、幼稚園から高校まで英語で会話する教育施設が提供されている。他の学校としては、私立のムウエモコレン学校やベストフォール県所有の、 スキーリングサルフォルケホイスコーレがある。中学校はアンデブブレーダブリックブガーデンランビクストッケバーデンの6校あり、小学校は21校ある。サンデフィオルドの観光名所や注目点は次の通り。オストロイヤ半島はトンズベルグバレルが位置する南部含む20キロのハイキングコースがある。トンズベルグバレルはスベレの佐賀で言及された古い灯台である。 オストロイヤの20キロとある海岸線は、ベストロイヤの25キロの海岸線の延長線上にある。これら45キロのハイキングコースは、北海トレールの一部である。他のハイキングコースとしては、プレスター線、フイエルトネス森、フイエルブイーカー線、モッコレン、ミッドタスなどが該当する。クロスカントリースキーコースは10ある。国は、サンデフィオルドとラルビクと、 アンデブの境にある3.47平方キロメートルの湖でベストフォルケ県で3番目に大きい湖である。水泳やカヤック、釣りなどで人気がある。この湖で釣れる魚としてはヨーロピアンパーチ、ノーザンパイク、デイス、ヨーロッパウナギ、ブラウントラウト、オルフェ、タサケ類がある。淡水魚釣りのスポットとしてはアンデブのスバーターやハジェネス川もある。 近隣のラルビクには、ノルウェー最高の酒釣り側の一つである、ニューメタルスラーゲンがある、サンデフィヨルドの146キロある海岸線には、様々なビーチがある。以下に、それを列挙するほか、ボーゲン、ブルンスタット、クレービエルン、コルズビク、クラーデューバンネット、サンドバン・ロシセネ・ソーデン、ストアバー、シュトラーレド・バネット、トロールスバン、バーネスがある。ガソカルベン、ラブノブエロ ヘッデソーヤなどのビーチを持つ多くの島は船でのみ、アクセスできる。ベストフォルケン3番目に大きい湖の国境を湖は、グッペタンゲンとサンドタンゲンのビーチがある。サンデフヨルドは2017年時点で16の自然保護区がある。よく見られる野生動物として、雪兎、ヨーロッパアナグマ、ヨーロッパビーバー、ノロ、 ヘラジカ、赤ギツネ、ナミハリネズミ、マツテン、ノルウェーレミングが挙げられる。また、稀ではあるが狼、大山猫、ヒグマも見られる。狼は稀であるが、何回が見られている。2013年、ラルダルで飼われていた狼が、ベストフォール県で最初に殺された狼となった。ヨーロッパクサリヘビは、ノルウェーで発見された、唯一の毒ヘビとなっている。ありがとうございます。